皆さんこんにちは。本日の DK テレビジョン、今日はですね、面白レンタカーに来ております。面白レンタカー、これすごいよ。86から本当に ロードスターからランエボからすごいのがいっぱいあるよね。まあだからこれはさ、外人が喜ぶね。まあ日本人も当然喜ぶんだけど、外人が喜ぶ。これはね、乗ってみたい車ばっかりじゃない？何でもあるぞって感じで。 MR2 なんかね、俺昔ずっと乗ってたもんね。面白くて。90まであるよ、90まで。お、シビックタイプ R、 これが面白いんだよね。これ、このシビックタイプ R だとね、あのシビックインターナショナルっていう、本当にあのレースやってたんだけど、トップカテゴリーですげえやつらばっかりだったよ。一回なんかね、F1 の前座で乗ってみたね。勝てねーって感じ。新旧タイプ R だね。懐かしいなぁ。NA1、NSX。これは懐かしいなぁ。これ、俺だって1990年に、オートマとマニュアル1台ずつ買って乗ってたもんね。で、なんかこう違うなと思って、でタイプ S 買って、タイプ S をタイプ R に勝てる車にしようと思ったけど、勝てなかった。S6 が3台ある。これはレンタカーじゃない。これは違う、俺のだよ、これは。これは俺のだよ。いやでもすごいな、このレンタカー屋さん、ね、シルビアの1号のノーマルなんか、これも何十年ぶりに見たね。3532あるよ32。すごいレンタカー屋さんだね。懐かしいね。32、俺5台乗り継いだもんね。めっちゃいい車ね、これ。電子制御とか低性 ETS も全然その今時の車と比べたらひどいよ。そのひどさが面白かった。完成されてないアテーサ ETS が暴れまくる、それを抑え込むっていうね、そこが面白かったんで、32って。34いいね、34。こうやって見ちゃうとさ、やっぱこう欲しくなるね。欲しいなと思うのはやっぱこう GTR 系はね、32はやっぱ欲しいよね。面白いわ、これ。飽きないね。 GR ヤリスは今時の車ですよ。これね、カートップとか、袖ヶ浦のサーキットとか、あとね、あそこで乗った、兵庫県の八高原で、これは本当おすすめできるよね。今時のホットハッチっていうか、ホットハッチどころじゃないよね。ほんと、とんでもない車だよ。こんなこうショートホイールベースだからさ、こうなんか怖いのかなと思ったら、全然後ろも安定してるし、すごいよくできてる。まあ四駆だからね、基本的に最終的にはアンダーなんだけど、そのアンダーステアの出る場所がね、出るところがもう全然レベルが高い。だからなんだよアンダーかよっていう、そういうアンダーじゃない、とんでもない究極なスピードのところでアンダーになるから、我慢ができる車だよね。これはすごいわ。これも乗ってみようかね。一般道で乗ってどうかって感じだよね、 GR ヤリスは。俺サーキットとか全開ばっかりだから。面白いね。33なんか結構ね、その当時はやっぱりいろいろあってね、すぐ辞めちゃったんだけど、でも俺的にはいい車だよ。その時に思ったのが、 33GTR ってやっぱグロリアって感じかな。セドリックグロリア、でかくて居住性が良くて、 GTR っていうよりもスカイラインっていうよりもグロリア、セドリックのタイプ R って感じ。でも全然ね、嫌いじゃないんだよ。取り回しもいいし、動きもいいしね。だから乗りやすい車なんだけど、ああいう俺は嫌いになっただけで、
車としては好きですという感じで、この面白レンタカー屋さんでいろいろ借りてみて乗ってみたいと思います。